日銀が今日の金融政策決定会合で長短金利操作、いわゆるイールドカーブ、コントロールの再修正を議論すると、今朝の日本経済新聞が報じました。日経新聞によりますと、現在1%の長期金利の事実上の上限を柔軟にし、一定程度1%を超える金利上昇を容認する案が有力ということです。 日銀は7月に金利操作の運用を柔軟にしそれまで上限としていた長期金利0.5%の位置づけを目処に変えましたそれに伴い長期金利1%の水準で国債を買う公開市場操作の措置を導入し1%を長期金利の事実上の上限としていました今回日銀内で浮上した案は この公開市場操作の運用などを改めて1%を上回る金利上昇を容認する案だと日経新聞は伝えています。